本日はですね、前回、前々回、全然回になるのかわからないけど、太田のやつを載せたと思うんですが、今回ですね、ちょっと面白い質問がありまして、まあ、結構前の話なんですけど、ドイツオープンですね。ドイツオープンで、西本と桃田が1回戦かなんかでやったと思うんだよ。はいはい、で、西本が勝ったのかな、はい、確か。勝ちましたね。そう。で、その質問で、ドイツオープンで桃田さんと西本さんが、やられてたと思うんですが、桃田の動画とちょっと繋がっちゃうんだけど、不調なんですかねみたいな。ああ。うん。で、それ見た瞬間に、はい、いやちょっと待てと。言っても、西本も、それ弱くないから。ああ。うん。そんななんか、桃田が負けたらなんかどうしたのってなるのはまあ別にいいと思うんだよ。はい。でも別に、まあ確かに2ゲーム目の点数が多分若干少なかったのかな。ああ結構大差で西本が勝ったんで。ということで、結構、まあ桃田がドーンって言ったこともあり、やっぱりそういう風に見られがちですよね。はい。はい。なんで、まあ分かってる人は分かってると思いますけど、西本もそんな弱くないです。はい。それをちょっと動画で言いたいなと思うんですけど、西本、桃田、どう？西本。いや、強いと思いますけど。強いと思いますけどね。お前大先輩だよ、お前。お前、栄の先輩で、大学の先輩でもあるだろ。はい、そうです。お前大先輩だよ、お前。強いと思いますけどね、お前。西本っていい。西本っていい。西本。はい、じゃあ西本の印象。顔が大きい。顔はお前、それやばいって絶対連絡来るじゃん。やばい。え？西本の。の印象なんだろう。優しい。そういうのじゃないですか。優しいは優しいな。優しいは優しいんだけど、なんていうのかな。まあ僕そんなに思ってること言っちゃうから、はい、うん。ちょっとね、ガーシーじゃないけど、ガーシーわかるでしょ。はい、暴露系 YouTuber のやつ、はい。ガーシーじゃないけど、ちょっと飛び火しちゃうんだけど、タクトわかる？井上タクトね。はい、井上タクト。今昔は井上金子でやって、今井上三橋やったみたいな。はい、タクトとちょっとね、被るんだけど、はい、自分が、こいつにはいけると。こいつには絶対負けられないと、勝たないといけないってやつにはめちゃくちゃガッツくる。でも、あ、こいつちょっと無理だな、みたいな。ちょっときついな、みたいな。やつだと、結構無抵抗で負けていくみたいな。ところが、だからいいものはめちゃくちゃあるんだよ、二人とも。はい、まあ、今回西本の件、西本について話すけど、いいところは、こう、いろいろあって、でもなんかこう、なんていうのかな、そこをガッツけない、みたいな。でも、今回のその、まあ大会とかで桃田に勝ってる。まあそれがだから要は譲ってはないと思うよ、はいはい。譲ってはないと思うし、頑張ってやってると思うけど、どっかやっぱ一目置いてて、はい、こう、ああ、ちょっとやっぱり、接待にこうしたら、やっぱ大事なとこでやっぱりやられちゃうんだろうな、みたいな感じで、やっちゃうのが、やっぱそこ一目置いてるのがやっぱ桃田だよね。はい、西本とかからすると、はい、同級生でもあり、はい、ね。そういうようなイメージを持ってるけど、まあ最近はそういう風な感じで、まあ勝ったりする。こともあり、はい、まあそういうのが徐々に取れてるというか、取れてきてるというか、はい、まあそういう感じなんじゃないかなというふうに思うので、僕的にはすごくいい傾向にあるなというふうに思うんですが、でもね、多分ね、桃田とかの背中を見すぎてて、で、桃田とかが、まあずっと同年代なんで、ずっと一緒にやってると思うんだけど、はい、桃田が優勝した頃とかってあるじゃん、大会で。はい、多分、西本とかは行ってるけど、1回戦、2回戦とか、まあ良くてベスト8みたいな感じだったと思うんだよね。はい、ちょっとずっと見てると思うんだよ、桃田の試合を。西本が。多分ね、もう大体来るとこ分かってると思うんだよね。ああ。やってて。同じホームからでも、来るところが分かってると思う、俺は思うような気もするんだよね。そんな感じかな。読まれちゃった。うん。読んじゃった。俺の西本の印象言っていい？